心ある人はいらっしゃいまして、まあこれはちょっと名前は出せないんですけども、ある自治体のですね、首長さんが私のところに連絡をくれました。それは何かというとですね、まあ申し訳ない、名前は出さないでほしいんだけれども、そういったことが実際起きてるよということを国民に周知してほしいと。もう今はですね、言っても絶対政治家も大丈夫なはずです。参政党の部屋、ね、引き続きまして、神谷宗平先生、参議院の神谷先生お願いしたいと思うんですけども、どうぞお話しください。はい、皆さんこんばんは。今日はですね、ちょっとすいません、出張で、移動中でしたので、ちょっと遅れての参加になりましたけれども、まあ、先ほど川田議員の、ところあたりから私入って聞かせていただいておりましたので、その前の先生のお話ちょっとしっかり聞けてませんので、また後日しっかりと聞かせていただきたいんですけども、おそらく先生方は専門的な医療の話をされたと思うんです。そして私は議員の立場でということで、どんなことができるかということを最近もいろいろ考えておりまして、まあ、6月に、川田議員会長になられて作られて、なっていただいている議連の方が立ち上げられておりましたので、私今そちらの事務局の方に入らせていただいて、今度11月25日もですね、議連を開いて、そこでまず被害者の方々なんかの声をですね、しっかりと議員に届けていこうと。いうことを考えております。先月もですね、井上先生や村上先生、宮沢先生に、国会までお越しいただいてお話しいただいたことでですね、私の周りの議員の方もですね、なるほどこういうことかということで、国会で取り上げていただいたりとかですね、マスクのことも声を上げていただいた先生もいらっしゃいますので、それで分かったことは、実際国会議員700人以上いるんですけども、この問題にですね、きちっと、勉強しないという方が多いんだなということを、私も、まだ新人でですね、生意気言うなと言われるかもしれませんが、新人だからこそですね、わかる部分がありまして、私は南出、健一市長とでですね、15年来の付き合いなので、もうこの、プラットフォームの活動は、もう立ち上げ当初からずっと見せていただいてましたので、まあ、そう、私たちからしたら当たり前のようなことがですね、本当にその法律やルールを作る国会議員のところに届いていないと、情報がですね。でむしろ、私たちも選挙なんかでも訴えてきましたけれども、言うとですね、それがまるで陰謀論のように、やられてですね、また言ってるというような感じで、SNS なんかでもバッシングを受けるということがあってですね、非常に悔しい思いをしてきたんですけれども、ただ、だんだん先生方の、努力のおかげもありましてですね、国民に知られるところになってきたなという機運は感じるんですね。とはいえですね、進める側もですね、推進する側もですね、勢いを強めているようなところありますので、本当に、時間との戦いになっているなということを考えています。そういった中で、医療的なお話は先生方なんですけど、政治的に突っ込むというかですね、分析しないといけないなと思うことは、日本政府が会社とどういった話を詰めているかということなんですね。先ほど川崎議員も少し振られましたけども、一体いくらで買ってるんだということですとか、どういう約束をしてるんだということなんですね。で過去にも国会議員の先生何か振られているんですけども、政府が答えておりません。でこれは非常にまずいことで、我々命に関わるようなところをですね、全く我々、その国会議員、当時私は国会議員じゃなかったんですけど、その時の国会議員が聞いてもですね、政府が明かさない、情報公開しないということが、やはりこの問題の深い根っこにありまして、で、そこをですね、どういうふうに、国民にも周知しですね、みんなで追求していくかという側面からやっていく必要があるんじゃないかというふうに思っています。今日もですね、宮沢先生だと思いますけれども、アルゼンチンか何かのですね、報道の例を SNS でシェアしていただいたと思うんですが、外国ではですね、やはりその製薬会社が政府にですね、かなりこう無理難題を押し付けていたと。言ってですね、それを情報公開している国もあるんですね。で、日本はそれをしないわけです。でも外国でそういうことをしているということは、明らかに日本にもそういった条件が持ちかけられている可能性が高いわけですよね。だからそれを類推してですね、そういったことがなされていないかどうかということを、やはり政府がしらばっくれてもですね、これ追求し続けていくしかないと。で、逃げられないところまでですね、やはり国民の声を上げていかないといけないんだろうなと。いうことです。で、それは、やはり、外で言っていたことも大事なんですけども、川田先生や私たち、国会議員がですね、はい、中でもやっぱり言わないといけなくてですね、その中から声を上げる、国会の中から声を上げる人をどう増やしていくかということを、早急にですね、考えていかなければいけないと思っております。で、
これやっていくとですね、やはり政治家も心ある人はいらっしゃいまして、まあ、これはちょっと名前は出せないんですけども、ある自治体のですね、首長さんが私のところに連絡をくれました。それは何かというとですね、まあ、これもちょっと社名は挙げるのやめますけども、欧米のですね、製薬会社が、製造工場を作りたいということで、とある接種を推奨する政党がありますよね。その政党の国会議員に紹介されて、重役が町にやってくると。そして、工場を作らせてくれという交渉に来るんだと。で、概要を聞くとですね、工場を作ってくれたら、7年間ぐらいはですね、作ったは全部政府が買い取るというような約束ができているから、ね、ある程度、その利益は上がるんだと。うん。ね。だから、作ってくれれば、市にもですね、固定資産税含めていろいろ利益があるから、工場の誘致をですね、協力してほしいというふうな相談が実際あったそうです。で、その方は当然断ったんですけども、おかしいじゃないですか。7年先までですね、確保する政府がね、そう約束をしてるということもおかしいし、ね、この、がもう収束しようとしてるのに着々化してですね、で、7年間何のために何を買うんですかという話ですよね。もう完全に、を売ることありきになってるわけですよ。先にね。で、それをなぜか行政が認めてしまっているということですね。で、その方も、まあ自分で声を上げたいけれども、まあいろいろなちょっと絡みがあって、声を上げられないと。だから、神谷さんたちはずっと言い続けているので、神谷さんたちに言っておけばですね、まあこのような場があったときに、まあ申し訳ない、名前は出さないでほしいんだけれども、そういったことが実際起きてるよということを国民に周知してほしいということをですね、言われたので、まあ今日こういった場をいただけたので、こういった情報も共有いたしました。名前を出さないとね、また作り話じゃないかという方いるんですけども、そんなことは絶対なくてですね、これは本当に現実起きている話ですね。だから、こういった政治的な側面とか、まあ利権お金ですね。そういった点からもですね、やはりこの問題ついていって、先生方は医療的な側面からおかしいじゃないかというふうにいただく。我々はですね、なぜそういった専門家の声があるのに、それを無視し続けて、ね、逆に推進側の声だけを取り上げてですね、進めようとするのかと。その裏にどんな約束や、どんな利権関係、利害関係があるのかということをですね、追求しなければ、これはもう政治家やってる意味がないので、はい。で、私も、国会議員になる前から、15年前から政治やってきましたので、いろんな地方議員たちにもですね、訴えかけてきました。けども、動いてくれる人が本当に少ない。少ないんですね。言うと、支持が減るとかですね、党の中でポジションが悪くなる。まあ、党を追い出されるというようなことを言った人もいました。でもですね、もう今状況は変わってきて、どんどんと先生方発表していただいたような事実がですね、分かってきてるわけですよね。で、海外はそれで政策を変えてるわけですから、もう今はですね、言っても絶対政治家も大丈夫なはずです。だからここはですね、本当に、私や川田議員もですね、国会の方で訴えますので、こういった国会議員もいるんだということを地方議員の方々にも見ていただいて、よし、自分たちもおかしいと思うことはおかしいと言おうということをですね、しっかり言っていただくきっかけを、作っていくということが政治家の一番の役割かなというふうに思っています。科学的な情報は先生たち、医療的な情報は先生たちにいただいて、それをどういうふうに国民に周知徹底し、政府や厚生労働省に対してしっかりとぶつけていくかということをですね、本当に時間との戦いになってくると思いますので、ここをですね、川田議員らと協力しながら、皆さんの力を合わせてですね、やっていきたいというふうな思いでおりますので、はい。まあ、参政党はもう、松田代表が、井上先生たちとすごく情報を共有してくださって、もう本当に党の立ち上げ当初からですね、この問題は一貫して訴えてきましたので、はい。今、さらにちょっとボルテージを上げてですね、発信していきたいと思いますので、はい。またぜひ皆さんのですね、情報やご指導をお願いしたいと思います。今日はこのような場をいただきまして、ありがとうございました。